Thank you.
戻ってきたか。期待以上だ。アトムはお前に何か見せてくれたのか。泉の水を飲んだら女の人に像のあるところに案内された。どういうことだ。女？像に案内されただと？どんな女性だ？何を見た？まるで異世界のようだった。彼女は生きた影のように霧に覆われていた。なんてことだ。本当に見たのか？霧の母を。母はアトムの使者だ。あの方の計画とファミリーの未来にとって重要なものを案内する役目を担っている。彼女は最初に我々をこの場所に導いた存在だ。お前にも姿を見せたのなら、お前に用意された道は明確だ。次のステップに進む覚悟があるなら、お前を仲間として受け入れよう。もちろん学ばせてもらいたい。よし、中に入って上級調剤司祭の説教が終わり次第、彼に像を渡してくれ。興味を持つはずだ。彼と話したら私のところに来てくれ。お前にぴったりの任務がある。そしてこれだ。ふさわしい衣装だ。だが覚えておけ、我々は皆アトムの熱心な信奉者だ。使者であるかを問わず背信行為は許されない。ようこそブラザー。奴らの運命は決まってる。そして奴らはそれを知っているんだ。マーハーマーの人々は聖なる霧の形で示されたアトム様ご自身の顔を窓から空を見上げて知ればいいんだ。この土地はアトムの支配から避けられないと分かって彼らは拒否する。コンデンサーの背後で我々を嘲笑し、宣教師を殺し、彼らに光をもたらそうと願うだけの人々を虐殺するんだ。もう違う。鞭打たれた犬のように影に潜んでいた年月の後で、我々の目的は明快だ。そして私は勝利の鍵がニュークリアス自身の中にあると知っている。秘密はあの忌まわしいロボットによって隠されており、それがあればアハーバーを島から消せるのだ。アトムのベールが通りに降りてきて、聖なる霧が異端者の土地を浄化する。ついに分解が許されるとき、それは英雄とみなされる。新しい日の夜明けだ。みな、アトムに栄光あれ。アトムに栄光あれ。我々家族は少し大きくなったね。ようこそ。輝きで傷ついた。ストロングは大したことない。一度も明快な答えは聞いていない。なぜマーティン調剤司祭はこの場所を去ったのか。声を落として。そうした質問は我々双方を面倒に巻き込むから。ああ、すまない。分かったわ。ただこの話はやめよう。Gロッドウェアはブラザーデビンの断食にとても興味があるのね。彼も参加する気
いや、そこにいたのか。仕事の話がしたい。どんな仕事だ？異端進行の件に対処してほしい。準備はできている、ブランド・ジーロット。女がいる。同胞の一人だ。いや、だったと言うべきか。グイネスという女だ。だが彼女は何というか、暗闇に心を奪われてしまった。調剤司祭はジーロット・タイルに彼女の追跡を命じたが、逃げられてしまった。そして錯乱したグイネスは、アトムの言葉を公然と批判して、我々の聖地を汚し始めた。上級調剤司祭は彼女を探し、処刑することを望んでいる。彼女と話せないのか？何か理由があるかもしれない。シスター・グイネスは素晴らしい女性だった。だが何かが彼女を狂わせてしまったんだ。少しでも正気を保ってるといいんだが、とにかく上級調剤司祭は彼女がアトムを放棄したことを重罪だと考えた。アトムの慈悲を拒否することは許されることではない。彼女を見つけよう、グランド・ジーロット。よし、ジーロット・タイルと話してくれ。彼女ならグイネスの居場所を知っているはずだ。異教徒にアトムの裁きを下すのだ。行け。リヒターの使者に違いない。泣き言ばかり言う間抜けではないみたいね。つまり有益な経験をしてきたということ。聖なるアトムはあなたにどんなビジョンを授けたの？女性だ。彼女は俺を小さな聖堂に導いた。グランド・ジーロットは彼女のことを霧の母と呼んでいた。なるほど、霧の母を見たと。一体アトムの進むべき道を決めるのは私たちの役目じゃない。私は他のジーロットにできることがあるならいつでも言ってほしい。お前はジーロットなのか？どういう意味だ？私たちはアトムの教えの守護者であり、ニュークリアスの管理者でもある。アトムに来る前、彼らの大半は傭兵やトラッパーだった。リヒターはどうやら以前は士官だったようね。あくまでも噂だけど。グランド・ジーロットに言われてきた。シスター・グイネスについて教えてほしい。分かった。グランド・ジーロットから聞いたと思うけど、
グイネスはかつて私たちの教団の熱心な信者だったの。少し気分屋なところはあったけど、みんなに好かれていた。特にグランドジーロットは好意を持っていたみたい。少なくとも聖なるアトムを裏切るまでは。彼女を探し出すのは私の務めだったけど、グイネスにはいつも抜かりなかった。恥ずかしながら見つけ出せなかった。グイネスがアトムを裏切った理由は、この目で見たことしか話せないけど、グイネスは最初は静かに祈っていたんだけど、突然立ち上がってアトムは嘘だと叫び始めた。テクタスに問い詰められると地面に倒れるほどの力で彼を殴った。彼女は自分のやってしまったことに気づくとそのまま逃げた。テクタスは見せしめにするためにグイネスを追わせようとしたけど、当時の彼の権限ではできなかった。マーティン調剤司祭から待機を指示されたの。戻ってくるのを待つようにと。残念ながら二度と戻ってくることはなく、グイネスは死んだものとして諦めた。それがグイネスの最後だったわ。そう思っていた。アコライトの一人が聖地でグイネスを見かけたけど、霧の中に逃げたらしい。それからほどなくして冒涜的なメッセージが現れた。グイネスの仕業だということは明らかだった。ラッドは人を傷つける。シスターグイネスを探し出す。アトムの慈悲によって、あなたには私が果たせなかったことを果たしてほしい。聖地から探し始めるといいわ。何か私が見逃した手がかりが見つかるかもしれない。あ、いや、こんにちは。あら、最近ファミリーに加わった方ね。歓迎するわ。もし援助を求めるなら、ここがそのための場所よ。旅のための物資が必要なんだ。治療薬と化学薬品。謝ることはない。アトム様の権威の前には震えちまう。すいません。新顔と会うのを楽しみにしていた。私はシスターマイ。噂によればあなたは霧の母に選ばれし者だとか。グランドジーロットの新人試験も見たの。新人試験？ええ、リヒターが二人を外に連れ出したのよ。帰ってきたのは一人だけだった。あなたがここに来た頃のことよ。全てを目撃したようね。ああ、見た、うん、ねえ、これは覚えておくといい。このファミリーでは信用が大事なの。ここにいる間は面倒を避ける方法を知っておく必要がある。上級調剤司祭に疑われないように。そうすれば問題ない。それで何か欲しいものはある？それと光に困ってるかどうかわからないけど、洗浄してもいいわよ。掃除だってどういう意味だ？ああ、そうね。つまり私たちの大半は光から害を受けない。でもアトムはその祝福を誰にでも与えるわけじゃない。必要な人々のために抗放射線薬は常備している。上級調剤師さえ含め多くの者はそれをある種の懺悔だとみなしている。自らを洗い流し光を新たに受け入れるのよ。で、商品を見たい？品物を見せてほしい。さあどうぞ。
調剤司祭の言葉はアトム様の言葉だ。覚えておけ。回収者のことは聞いている。ようこそ。アトムに選ばれた気分はどうか。光栄だ、上級調剤司祭。それを聞けてよかった。アトムの慈悲を無駄にするものが多すぎる。ちょっと聞きたいことがある。ワーハーバーにいたんだろう。つまりアトムの聖なる霧に対する防壁のことは知っているはずだ。あそこの住人は不敬にも彼の土地を明け渡そうとしない。君だったらあのような場所にどう対処する？ファーハーバーはそんなにひどい場所なのか？その通り。彼らは悪人だ。私の前任者はファーハーバーが異端信仰の砦を築き上げている間も粘り強く和平を求め続けた。我々は彼らを助けようとしたのだ。彼らにアトムの光をもたらすために多くの同胞が死んでいった。だが今は私が上級調剤司祭だ。もう時間切れだ。ファーハーバーが貴重なコンデンサーの後ろに隠れようとも、古代のロボットが我々の故郷に記憶を隠していようとも、アトムの敵はアトムこそがこの島唯一の支配者であると知ることになるだろう。ただそのためには我々が統一を果たさねばならない。アトムはチルドレンの献身を必要としている。それを受け入れさえすればうまくやっていけるはずだ。それで他に必要なものは？いくつか質問をさせてほしい。もちろんだ。何が知りたい？ここは放射線が強い。なぜ人々は体に影響が出ないんだ？中にはそういうものもいる。だが家族の大半は生まれた時から光に対して耐性がある。我々にしてみればサミダレのようなものだ。暖かいしな。つまりこの島のような場所は彼の子供たちのための場所なのだ。他の者が逃げ出す一方で我々は喜んで分解の到来を待つことができる。分解について教えてほしい。アトムの最も偉大な贈り物だ。我々の中には数十億の見えない世界が封じ込められている。分解を通して生まれ変わるためにアトムの光に触れられるのを待っているのだ。最終戦争の間多くの者にそれが授けられたが誰もそのことに気づかなかったのだ。だが今では多くの場合時間はかかるが、数年間触れることでそれに気づくことができる。我々はここで生活をしながら分解の約束を探している。どれだけ時間がかかろうとも構わない。さて他に質問はあるか？前任者の調剤司祭に何があった？マーティン、誰も知らない。ある日の夜、彼は船室で寝ていた。そして次の朝には消えていた。他のジーロットたちと一緒に彼を探したが何もわからなかった。彼がファーハーバーに連れて行かれたにしても南に逃げたにしても驚きはしない。
彼のアトムに対する献身には疑わしい点があった。バーハーバーがこちらの宣教師を処刑した時、彼は何もしなかった。だから彼がいなくなったことは幸いだったと言っておこう。チルドレンがこの霧を作っていると聞いた。本当か？もちろん。霧は我々が島に来る前から存在する。しかし我々が来る前の霧は時折起こる出来事に過ぎなかった。そして我々の信仰とファミリーへの献身を通じて、アトムはその手を全土へと伸ばすことをお決めになった。何年も何年も我々のためにさらなる要求を続けて、やがてほぼ全てのものが神のもとにひざまずいた。さて、他に何か質問はあるかな？ここに来た経緯は？バーハーバーを追放された我々はもう何年も前にここに導かれた。最初にいた者たち、私と私の前任者であるマーティンは北にやってきた。アトムの偉大なる預言者クロムウェル調剤司祭の命を受けたのだ。元いた場所はキャピタルウエストランドにある小さな避難所だった。島に着いた我々はアトムの教えを受け入れる者を何名か見つけた。アルケミストのアンナは光を見つける前はバーハーバーで医者として働いていた。だがほとんどの者たちは我々を脅威に感じた。だから町を追われて荒野をさまよった。命からがら逃げ出したんだ。我々の中にはすっかり変わってしまった者もいた。我々が生き延びたのはアトムの愛を受けたからだ。そしてついに我が家と呼べる場所を見つけた。今は特に用はない。アトムが守ってくださる。上級調剤司祭、こんにちは。何か聞きたいことでも？これを見つけた。グランドジーロットにここに届けるべきだと言われた。これは母だ。ささやき声は本物だったのか。君は霧の母を見た。アトムのチルドレンの多くはこのような恩恵を願いながら人生を送っている。彼は君に何かを感じたようだ。私と同じように。それで他には何か？ファミリーの力になりたい。何かできることはないか？熱心だな。ここのところよからぬことを企んでいそうなメンバーがいる。私の調査では何も証拠は見つからなかった。だが君はここに来たばかりだ。もしかしたら真実を突き止められるかもしれない。その人物を調べてもらいたい。異端信仰や背信行為の証拠が見つかったら教えてくれ。君が信用できると分かれば報酬を与えよう。何を探せばいい？私やファミリーに対する陰謀や聖なるアトムに対する裏切りを示す確かな証拠だ。そのような罪を見逃すわけにはいかない。任せてくれ。素晴らしい。何か見つけたら教えてくれ。こいつが問題の人物だ。徹底的に調査してほしい。自分がアトムにとって価値があるかどうか、それを証明するチャンスだ。
の場所を通るから振る舞いに気をつけてね。受け入れるチャンスはあった。もう遅すぎる。
下制度を探しているならここじゃない。私はここの管理をしているの。腕をもがれたくなかったら何にも触らないことね。分かった？なぜ潜水艦に地下制度が？ちゃんとした基地はないのか？死んだ同志たちが光のそばに、ファミリーのそばにいられるようにするの。永遠の時を過ごせるのは一握り。真の名誉よ。多くのものは叶わなかった。潜水艦について教えてほしい。何も打ち上げたことはない。ひどい時は港の外に出ることもできなかった。その方がいいわ。私たちのために保管されていたのよ。ここを管理しているのか？その通り。船よ。島全体を照らすことのできる最も強力な光源の一つ。それを管理するのが私の仕事なの。あなたはその邪魔をしている。誰もアトムを無視なんてできない。でもその前に私の質問に答えてもらうわ。アトムはその後よ。もう行くとしよう。それがいいわ。
この案内役じゃなくて運営側の立場よ。だから早く済ませてくれるかしら。昔は兄弟のエドガーと仲が良かったと聞いた。彼に一体何が。エドガー、私の仕事は噂話に答えることじゃない。この船を守ることよ。話はもう終わり。もう行くとしよう。それがいいわ。すいません。ん？そのアトムに栄光。待て、お前は新人だな。ブラザーデビンを見なかったか。自分を呪い殺そうとしている顔色の悪い男だ。ああ、デビンなら見た。何があった？ブラザーデビンだ。彼は断食をしている。長い間な、何も食べないんだ。口にするのは汚染された水だけ。アトムからの啓示を待っているんだ。大半の人々は自分をあんな風にアトムに捧げることを素晴らしい行いだと考えるだろう。
お前はどう思う？なぜだ？お前はどう思う？私には私の考えがある。今はお前の考え。馬鹿げている。天のアトムよ、ついに見つけたぞ。いいか、私とデビンは他の人々とは違い、アトムの祝福を受けてないんだ。放射能に耐性がない。今やデビンは死ぬまで断食して薬を拒むことでアトムから啓示か何かを受けられると考えている。何度も説得を試みた。だがもう耳を貸すつもりはないらしい。それに他の人々は彼のやっていることを素晴らしいことだと考えている。お互いに知り合ったばかりだ。でも彼を説得してくれたら本当に助かる。私が考案した高放射能薬をあげてもいい。我々のような人間には非常に役に立つ。どうだ、彼を説得してくれるか？分かった、彼と話そう。ああ、ありがとう。お願いだ、とにかく急いでくれ。頼む。彼はもうあまり持ちそうにない。汚い仕事は他の人々にやらせるというわけか。その気遣いに感謝すると伝えてくれ。だがここから離れるわけにはいかない。アトムが現れたんだ。彼の命令に従わなければならない。それでアトムは何と命じたんだ？救済が得られるまで待つだけでいいと言っていた。長い間ジェットが私の支えだった。ある日森の中で自分の体を汚していたとき、目の前に空から何かが降りてきた。若いオシカで聖なる光に包まれていた。それは私にニュークリアスに戻るように言った。邪神を捨てアトムに心から尽くすために。アトムは私の献身を知っている。だからまた使者を送ってくるはずだ。そして私を呪縛から永遠に解放してくれるだろう。だからブラザー、待たなければならないんだ。知らせがある。俺はアトムの使者でお前の呪縛を解くために来た。ほーら、これは二人だけの秘密だぞ。いいな。あなたはまさか使者か？呪縛が解けたのか？そうなんだろう。ああ、ありがとう、ありがとう、光り輝くものよ。恐れることはないぞ使者よ。このことは誰にも言わない。アトムと共にあらんことを本当にありがとう。信じられない。使者だ。ジロットウェア。助かった。アトムと共にあらんことを。お前のおかげだ。ほら、新しいのができたらいつでも取りに来い。俺に何かできることがあったら言ってくれ。例の醸造酒はあるか？今は切らしている。数日後に来てくれ。何か他に必要なものはあるか？今は特に必要なものはない。分かった。体に気をつけるんだぞ。